中央の大阪朝日ビルの両側に見える朝日新聞ビル。後ろには、東レのロゴンが輝く中野島三井ビルがそびえ立つ朝日新聞ビルは、かつて大阪市北区中野島に所在した朝日ビルディングと朝日新聞社が共同で管理、運営していた朝日新聞大阪本社の社屋ビルである。百六十八年に竣工し、 同じく朝日新聞大阪本社の社屋となっている大阪朝日ビルの西側及び南側に設置され、朝日新聞大阪本社の編集、発行部門のほか、関連会社、外部のテナントなどが入居していた。建物は地上13階、地下5階。建物は大阪朝日ビルの西側と南側を L 字型に覆うような形になっており、四ツ橋筋に面した。 南東側は同じく四ツ橋筋に面する大阪朝日ビルの北東側と同様に湾曲したデザインとなっていて大阪朝日ビルとの一体感を持たせるようになっていた。また建物の西側は阪神高速11号池田線が通っており建物が橋脚の一部となっている。2008年四ツ橋筋を挟んで東側にあった 新朝日ビルディングを含めた朝日新聞大阪本社の社有地を再開発する大規模な都市再開発プロジェクト大阪中野島プロジェクトが発表され東島の完成を待って大阪朝日ビルともども2013年年初より取り壊し建て替え工事を開始2014年3月に解体工事を終え同年6月に起工式を取り行った 2017年春予定の竣工時には、オフィスビルを中心とした西棟としてリニューアルする。これに伴い、朝日新聞大阪本社の編集、発行機能は東棟に移設。地下の印刷工場は2012年9月で閉鎖され、突般印刷、朝日新聞社、日刊スポーツ新聞西日本の合弁企業、突般メディアプリンテック関西が運営する。 朝日新聞大阪工場へ機能を移転した。また、阪神高速道路の橋脚になっている部分については、建て替えとなる部分とは分離してそのまま残され、引き続き使われることになっている。ありがとうございます。